おいしい、本当にスモークって感じですね、はい、なんかそれこそこんなこと言うのも変ですけど、お酒のおつまみとかめちゃくちゃ合いそうだなっても思いましたし、なんか歯ごたえもしっかりこう噛み応えがあるというか、はい、すごいもう匂い香りが、ね、でも美味しい、すごく食べやすい、子供とかもなんかおやつとかでも食べれるんじゃないかなって思います。はい、とっても美味しかったです、ありがとうございます。伊勢さんはあの先々週からお酒が飲めるようになりましたよね。そうですね、おめでとうございます。ありがとうございます。今行くとすると、はい、半島に行くとすると、はい、また楽しみ方変わりますかね。だいぶ変わると思います。私のシャコタン半島はやっぱり夜市は本当にお酒だったりが有名だと思いますし、あの今回は本当にイタリアのお店だったり夜市町だったので、ワインだったりお酒の有名な場所だと思うんですけど、あの私もすごくたくさん魅力をあの知ることができたんですけど、あのロケに行かせていただいた時はまだ20歳になっていなかったので、あの私よりも大人のスタッフの皆さんが誰よりも喜んでいたので、早くこの良さすごい自分も体験したいなと思ったので、またぜひ行って、あのメンバーもここにいるメンバーはもう私より先輩なので、皆さん本当に大人なのでぜひ一緒に行きたいなって思いましたね。あの今度行ったら何を飲みたいですか？今度行ったらですか、まあ、やっぱりワインとか日課だと思うんで、あの日課ハイボールウイスキーですかね、なのであのそれはやっぱり北海道有名なものなので、自分もその代表するそのお酒というか飲み物を飲んでみたいなって思いました。ちなみに20歳になってからすでに飲みましたか？はい、あの20歳になってからあの家族であの飲みました、飲んでみました。けどちょっとまだあんまりまだ分かんないかもしれないですね。飲んでみたけど、あの美味しいみたいなところにはたどり着いてないんですけど、あの20歳になったっていうことでお祝いで家族で飲みました。何をどのくらいこれ話していいんですかね、私ダメかな、分かんないですけど、でもまああの可愛い系、あのカシスみたいな、カシス飲みました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。上國料さんのニシン食べた時におつまみになるって、はいはいはい、何のお酒に合いそうですか？ちょっとこんな話をおつまみになるとか言ったんですけども、私もお酒そんなに飲む人ではなくて、んビールでしょうか、何でしょうか。、うん、皆さんにお任せします。あんま酔っ払うとかはないですか？そこまで酔わない、なんか多分私もまずお酒の美味しさが未だによく分かっておらず、あと川村彩乃ちゃんと一回だけそれこそカツオのたたきを食べに行ったんですよ。その時に唯一すごく楽しい気分になりました。でもね、やっぱりそうですよね、はい、お酒を飲むと、ね、私ぐらいの年になると結構、はい、おつまみってまだちょっとなんか嫌かなって思ったりもしますね。そうですね、はい、ありがとうございます。お酒のレッドラインはまだ半年レッドラインはまだですね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい。